教えて、ライチ先生。グランドリニューアル。絶対に許さないんだからな。だからなんでそうなるの？僕は悪くないって言ってるでしょ。ふっ、悪いに決まってる。悪くないよ。なんだと？なんだよ。やるか、この。え、あ、何？セナ、殴ってやるから覚悟しろ。ちょ、それは。にゃー。ちょっと、プラチナちゃん、何やってるの？自分で自分を殴るとか、変わった趣味にゃすね。別に、趣味ではないと思うのだけど。タオ、薬箱を取ってきてくれる？わかったにゃ。って当たり前だよ。自分でやったんじゃないか。うるさい。たとえ自分に痛みが返ってこようとも、この怒りをぶつけなかったんだ。バカじゃないの？勝手に怒り出した上に自分で自分を殴って痛い思いするなんて。なんだと？また殴られたいのか？いい。ストップ。二人が喧嘩をしてるっていうのは分かったわ。とりあえず落ち着いてね。僕は落ち着いてます。それに喧嘩っていうか、ルナが一人で怒ってるだけなんですけど。ふん。もうなんだかややこしい事態になってるみたいね。そもそもルナちゃんが怒ってる原因って何なの？よくぞ聞いてくれました。実はな、ルナが大事に取っておいたケーキをセナが勝手に食べたんだ。え？ルナちゃんのケーキをセナ君が？そうだ、ひどい話だと思わないか？ううん、ルナちゃんが食べようがセナ君が食べようが、どちらでも一緒のような気がするんだけど。違う。てか父、お前は本当に全然全く分かってない。ルナが食べるのとセナが食べるのは違うの。ごめんなさい、私ったら無知で。本人が言うのだからきっとそうなのね。それでセナ君、ルナちゃんのケーキを食べちゃったっていうのは本当なの？ケーキを食べたのは確かです。ルナのっていうか僕のでもあるんですけどね。僕のでもある？うん、だってそのケーキラグナさんからもらったものなんですけど、ラグナさんは別に僕たちのどちらかじゃなくて、プラチナ・ザ・トリニティに対してあげたんだって思ってるでしょうから。だから僕がケーキを食べたって問題ないはずなんです。でもラグナザ・ブラッドエッジと話してた時はセナじゃなくてルナだったよ。話してたのはそうだけど、もらった瞬間は僕だったよ。お礼を言ったのも僕だし。それはそうだけど。ルナちゃん。ああ、もうルナちゃん泣かないで。ケーキくらいまたもらえばいいじゃない。そうだよ、ラグナさんにたかればいくらでも買ってくれるって。だけどルナ、あのケーキがよかったのに。なんだなんだ、うるさいぞ。まったく、ゆっくりと昼寝もできやしない。あなたはアブライル。危険な男よ。そう身構えるな。俺は雑魚と遊んでやる気はない。お前と違って弱い者いじめの趣味はないのでな。私が弱い者いじめ？違うとでも？そこのガキを泣かせたのはお前ではないのか？これはルナちゃんとセナ君が喧嘩をしていて。喧嘩だと？正気かお前は。
この場にはお前とガキしか見えんぞ。一人で喧嘩できる器用なガキなど。それがいるんですよね。認めたくないけど。さっきまで泣いていたくせに、なんだその落ち着きぶりは。あ、どうも、はじめまして、セナです。そしてさっき泣いてたのはルナ。僕たち一つの体に二つの魂があるんです。一つの体に二つの魂。ほう、なるほど。二重人格みたいなものか。間違ってはいないのかな。だとするとさっきまではその二つの人格同士で喧嘩をしていたということか。そういうことよ。理解が早くて助かります。ったく、ややこしいガキもいたものだな。それは私も同意見。実は僕も同意見です。しかし同じ体の中で争うとはまるで内戦だな。内戦。なるほど、それがあったわね。ライチさん、どうかしましたか？今日のお題が決まったわ。お題？ええ、それじゃ早速タイトルコールいくわよ。ライチ・フェイリント、プラチナ、アズラエルの教えてライチ先生。どんどんパフパフ。わーい、この俺が釣られて参加しただと。そんなこんなで突然始まりました、教えてライチ先生。今日はイカルガ内戦のお話をしたいと思います。ってタオが戻ってこないわね。一体どこまで薬を取りに行ったのかしら。まあ細かいことは気にしないでお勉強を始めましょう。二人ともイカルガ内戦の概要くらいは知ってるわよね。全然知らないです。俺も戦いには参加したが詳しいことは覚えていない。これは予想外の返答。それじゃまずはそこから始めないといけないのね。仕方がない、先生が一から教えてあげましょう。手短に頼むぞ。長くて退屈な話を聞いているとすぐに眠たくなるからな。ええ、退屈にはさせないつもりだから任せて。イカルガ内戦、これは2191年に始まった統制機構とそれに反旗を翻した天井を中心とする連合階層都市との戦いの総称ね。反旗を翻したってことは謀反でありクーデターであり造反ってことですよね。そうそう、反乱であり革命であり下克上であり裏切りってことなのよ。そもそもなぜクーデターなどを起こしたのだ。それはもちろん連合側が統制機構の圧政に耐えかねたからね。そんなにひどい圧政だったんだ。って、そういえばライチさんも今は統制機構所属じゃないですか。その辺うやむやなんだけど多分そういうことになるわね。じゃあ統制機構ライチの圧政にも気をつけないと。僕もルナみたいに泣かされちゃいます。ほう、やはりこのガキを泣かしたのはお前だったのか。違うわ。もうセナ君ったら変なこと言わないで。えへへ、ごめんなさい。まったく、話を戻すわね。統制機構はそのクーデターに対して大規模な鎮圧部隊を投入、つまり全面戦争を決意したのよ。その結果イカルガは本格的な戦いの渦中へと飲み込まれていってしまうの。アズラエル、あなたもその時その場所にいたわよね。まあそうだな。第七機関の奴らにいきなりポンとイカルガに放り込まれた。まあ最後は結局敵味方関係なく大暴れさせてもらったが。そうなんですか。
ああ、統制機構の鎮圧部隊も第七機関の特殊部隊もまるで歯応えがなかったのでな。片方だけを相手にしていたのではとても食らい足りん。アズラエルさんってすごく強いんですね。ねえアズラエル、その大暴れの結果あなたはどうなったのかしら。答える義理はないな。ここの絵にでも聞くがいい。どちらにせよあの戦い自体が退屈なものだったことには変わりがないからな。アズラエルさんなんだか眠そう。それにつられて僕も。もう二人ともちゃんと起きてたよね。まったく。それでね、この戦いは後に第二次魔導大戦とも呼ばれるようになったの。如月少佐や神楽さんも大きな活躍を見せたわ。特に如月少佐はこの戦いでイカルガ連邦の元首である天井を討ち取るという功績を収めたの。その結果イカルガの英雄と呼ばれるようになったのよ。そして一方の神楽さん、如月少佐が天井を討ち取らなければ彼がイカルガの英雄と呼ばれていただろうって言われているわね。それだけの戦果を上げたってことなのだけど、実はこの神楽さん、戦いの最中で突然姿をくらませてしまったのよ。なぜ彼がそんな行動に出たのか今のところ誰も分かってないわ。本当に不思議な話よね。そしてこの戦い自体は突然の伊吹戸の壊滅をきっかけにしてイカルガ連邦側が劣勢となって、その後元首である天井が討ち取られたことによって終戦を迎えたわ。なぜ伊吹戸が突然壊滅してしまったかというと、あら、寝てる。ちょっとどうして寝てるの。私が一生懸命解説してるっていうのに。このうん、困ったわ。全然起きてくれない。そういえばプラチナちゃんもさっきからおとなしすぎるような。もしもーし、起きてる？あ、起きてたわね。よかったよかった。はじめましてでしょうか。もうそんなことないでしょ。さっきからずっとお話ししてるじゃない。今はセナ君、ルナちゃん、どっちなの。いいえ、どちらでもありません。私はトリニティグラスフィールです。わーお、トリニティグラスフィールちゃん、意外すぎるお客様の登場ね。申し訳ありません。セナもルナもライツさんのお話が退屈すぎて寝てしまったみたいで。それだとあまりに失礼ですので、私が代わりに出てきました。退屈？本当に申し訳ありません。でもいいわ、トリニティちゃんだけでも聞いてくれるのであれば話を続ける価値はあるというもの。でもその前に。やれやれ、まったく。こんな形で貴様と対峙することになるとはな。今のは。さてさて、イカルガ内戦の話に戻るけど、実はこの戦いには様々な裏事情があったみたいなのよ。流されてしまいました。天井を討ち取ったのは陳如月少佐なんだけど、裏で手を引いていたのが
実は狭間大尉だと私は考えているわ。あら、トリニティちゃん、どうしたの？なんでもないです、カズマさん。イカロガ連邦自体も内部では素体に関する実験を始め、いろいろときな臭い陰謀を巡らしていたなんて疑いを持たれているし、それから海戦の経緯については第七機関が裏で暗躍していたって話もあるわ。そうなんですか。表には出てこないいろんな謎がありそうですね。でもどんな事情があるにせよ、戦争は嫌です。そうね、戦争は多くを失わせるわ。伊吹堂の消滅でもたくさんの犠牲者が。そういえば伊吹堂はなぜ消滅してしまったのでしょうか。同性機構の攻撃でもそこまでのことはできないと思いますけど。あ、その話をまだしていなかったわね。伊吹堂の消滅、これって実はね、竹三日月の攻撃によるものなの。竹三日月、ナインが作ったアークエネミー。竹三日月は確か資料があったはず。はい、こちら。一番初めのアークエネミーでとてつもない破壊力を秘めているわ。これを作ったのは。その話は別の機会でもよくないですか。今はほら、イカルガ内戦のお話の途中ですし。それもそうね。じゃあこの竹三日月はポイッと。第七機関が先端を開くこととなった動機には、アークエネミー、ニルバーナとクシナダの鎖も関係してくるんだけど、ニルバーナについては本筋から外れる話だし、パスしましょうか。なんでですか？そこ大事なところじゃないですか！ちゃんと説明してください！あら、やれやれ、またか。うわっ、何するんですか。やめて。すまんな、これも任務なんだ。あれ、今誰かが。気のせいよ。ニルバーナはともかく、クシナダの鎖については少し説明しておくわね。クシナダの鎖、これはね、魔素を無効化できるアークエネミーのようなものであり、天井の持つ切り札だったの。だけどこれをむやみに使うことはできない。なぜなら魔素を無効化できる力を使えば、魔素によって生活が成り立っている今の世界を滅亡させることにつながりかねないから。だから天井はピンチになっても使うことをためらったのね。トリニティちゃん、起きてる？あ、すみません。決してお話が退屈だったというわけではなく、とても安眠できそうな、いいお話でしたので、なんだか眠くなって。それなら仕方ないわね。退屈じゃないならいいの。そう、退屈じゃないなら。私頑張って起きてますから。ライチさん、お話の続きをお願いします。ええ、分かったわ。気を取り直してと。それでね、バングさんの背負っている55寸釘宝玉烈天杖、これはもう知ってるわよね。この烈天杖がクシナダの鎖のコアらしいのだけど、実際のところよく分かってないの。詳細は不明。そしてこのクシナダの鎖にはエリウス博士が関心を寄せて探している最中だとか。エリウス博士は烈天杖のことに気づいているのかしら。もちろんクシナダの鎖を探しているのはエリウス博士だけじゃない。もし仮にイカルガ残党がこれを手にすれば、世界の情勢は大きく動くはずよ。さらにさらに、特別大サービスで追加情報を教えちゃうわね。今話に出てきたイカルガ残党は天井の子である穂村殿下の行方も探しているとのこと。これに関しては神楽さんがいろいろ知ってるみたいだけど。ってトリニティちゃん、ふやふや、
リニティちゃんまで。どうせ私の話なんて退屈すぎて誰も聞いてくれないんだわ。まあトリニティちゃんは眠かっただけで、話が退屈だったからじゃないとは思うけど。そうよね。でも話の途中で寝ちゃうのはやっぱり許せない。心を鬼にして私は指を鳴らすわ。やれやれ、これで最後にしてほしいものだ。ところでテイが、なんだ、さっきからみんなをどこにしまってるの？お前、そんなことも知らずに私を呼んでいたのか？ええ、私はただ博士からしまっちゃう空間のテストを頼まれただけで。そうか、ライチ、あのな。何かしら？いや、なんでもない。今私から言えることは一つだけだ。できるだけ早くみんなを解放してやってくれ。あそこはあまりにも。どうしたのテイマ、寒いのかしら？いや大丈夫だ、任務だから行かせてもらう。あらあら、もう行っちゃうの？気をつけて。イカルガ内戦の話の続きをって思ったけど、もう誰もいなかったのよね。名残惜しいけど、本日の教えてライチ先生はここでおしまい。それじゃまたね。うわぁ！やっ、な、何？間一発だったな。アズラエル？ここの絵のやつ、俺をまた妙な空間に閉じ込めるつもりだったようだ。そう簡単に行くと思ったら大間違いだ。そこを抜け出してきたの？はあ、俺だけではないぞ。怖かったです。ああ、もうひどい目にあった。カルル君にプラチナちゃん、あんなところに押し込められるくらいなら拷問のように退屈な話を聞いていた方がまだマシだ。お前たちもそう思わんか？はい、そうですね。あそこは怖いところです。それならまだライチさんの話の方が。デカ父、お前の話を聞くのは苦痛だけど今回だけは聞いてやる。みんなありがとう。私の話聞いてくれる気になったのね。ああそうだ、ライチ、ライチさん、ライチ、なんていい子たちなんでしょう。それじゃそんなみんなの熱意にお応えして、特別にまた一から解説をしてあげるわね。え、一から？ちょっと待ってください。わざわざそんなことをしなくても。そうだ、いいとこだけちょこっとつまんで早めに終わらせてくれてもいいんだぞ。ああは言ったが、退屈な話は短い方がいいからな。もしかしてみんな聞きたくないのかしら？それだったらいっそのことを今日はもう。もしかしてこのまま解放してもらえるんじゃ。いやー、薬箱を探してたらお魚くわえたうねうねに出くわして、思わず裸足で追っかけちゃったニュース。タオ？あ、なんニュース？タオがいない間にみんなで集まって楽しいことでもしてたニュースか？いや、それはな。まさかタオを差し置いてうまいものとか食べてたニュースか？許せないニュース。断固抗議するニュース。タオにもうまいもの食べさせるニュース。やり直しを要求するニュース。やり直しを？そうか、そうよね、それが当然よね。あ、こいつ見かけないと思ったら急に出てきて余計なこと。みんなだってうっかり寝ちゃった分のお話ちゃんと聞き直したいでしょ。いやなんだかわかんにゃいけど、ぜひとも聞きたいニュース。
まう。それじゃあタオのリクエストにお応えして最初から全部やり直しましょう。おお、パチパチパチ。タオのやつ、最初からこれを狙ってたんじゃないだろうな。それはないと思いますけど、最悪のタイミングでしたね。くそ、いっそのことまた凍らせてくれ。そもそもイカルガナイセンというのは